久保さん。今日、こう、体験にしましょうか。体験の体、体、体を使うみたいな体験。まあ、今日ね、あのー、散歩しながら写真撮ってきたりとか、あと猫いたんで猫の写真撮ったりとかしてたんですけど、どうすかね、猫とか、花とか、まあ、写真で見るのも綺麗なんですけど、やっぱ生で見る方がいいんじゃないかなと思うんですよね。うん。で、あとはその生、やっぱ人間って面白いことで、 うん生で体験したものがやっぱりよりリアルに感じれる。逆に言うと生で体験うーん、ね、これ朝からちょっと微妙な部分ありますけども、ね、昔ね、アダルトビデオを見て、久保さんもアダルトビデオ時代だったと思うんですけども、<laughs> アダルトビデオでその妄想してこうやってたと思うんですけども、やっぱ生がいいですよね。生身の体が触れ合う方が。どうすか、久保さん。ね 僕アダルトビデオで終わりたくないですね <laughs>。そうだから、まああの、生きてたら生が一番やっぱいいので、生で体験していくっていうことが一番いいんじゃないですか。だからセミナーとかも、あの、まあ映像で見る、学習できるってこともあるんだけども、まあ生で体験した方が、だから僕はその堀江さん生で見てきても、すごい満足でしたね。 ずっと、ずっと、ブラウン管越し、ずっと YouTube 越しに堀江さん見てきましたけども、生でね、あの壇上から、うん、聞いて意味あんのって言われて、もう、もう満足です。はい。でも、それすごく大事だと思いますね。もう一生残るんで。で、一生使うし、僕は。堀江さんに言われたことね。言ってらっしゃい